皆さんどうも、ピーマンです。今回の一郎のレジェンド物語は5月の1日、のね、ソフトバンク戦から始めていきたいと思います。これから5月のシーズン突入というわけで、現在の成績は打率は2割5分、安打30本、本塁打0、打点4打点、盗塁は2個となってますね。まあ、最低ラインである打率2割5分には今んとこ乗せてます。前までは切ってましたからね。年間ヒストリーで見ていくとこんな感じ。最近はヒット量産できている。現在4試合連続安打中でございますよ。これを続けていかないとね、2割5分最低ラインですから、あくまでも最低喜べはしないからね、笑顔にはなれないからね、もっともっと上げていきたいと思います。3割シーズン最多安打を狙ってるイチローですからね、当たり前ですよ。じゃあソフトバンク戦1戦目やっていきましょう。寺原ですね。今季の寺原との対戦成績は何度かあるが、7の2。打率は2割8分6か。ヒットは打ててるんだね。わかりました。じゃあいきなり1戦目からいきなり打っちゃおうよ。やっていこう。さて、5月の月間 MVP は俺がもらうからな。5月はもう絶好調、イチローでいきましょうよ。月間打率4割目指していくからね。4月の月間打率は2割5分でしたが、現在 OPS も5割切って、6割切ってますからね。マーリンズイチローになってますから、それではダメなんですよ。30本の安打も全てがシングルヒット、アヘアヘタンダマンとなってるよ。長打が1本欲しいとこであるね。これでは OPS 上げることができない。盗塁も2個しか決めてないからね。足も生かせてない。この打球は抜けない。いい打球は出てる。甘い球も来てるんだけどね。いきなり守備に阻まれる。そんな動きはいらない。もしも川崎がセカンドを守ってたら取らないだろう。何もお前たちは受け継いでないじゃないか、川崎の魂をね。いたら悲しむぞ川崎が。2打席目2割4分8になっちゃったよ。まあ1本打てばまた上がるからね。2割5分は切っちゃダメなライン。この打球は何ちゅう取り方、破天荒すぎる。菊池かな、どうやって取ったのねえ。破天荒もサーカス芸じゃんそれ、野球じゃねえじゃん。腹立つわ、今の絶対取れてないでしょ。どうやって取ったんだよ、おかしな取り方だよ。さて、得点圏、得点圏打率は2割3分1厘低い。一郎ここで打てるか。チーム 1-0 で負けてる中の打席ですからね。もしも一郎ならば打つ、ほらね、一郎ならば打つって言ったでしょ。タイムリーか、あータイムリーじゃないか。まあさすがに帰れないわな。ほう、まず5月初安打、この得点圏でのヒットですね。ふいいね、いいね、最高だね。一郎らしいバッティングだよ。はいや、打点欲しいとことやったけどね。川島も肩いいし、これでは帰ってこれないか。ストライク送球だよ。完璧だね。ちょっとはそれてくれよ。なんでそんな完璧な送球をポンポン出せるんだよ。さて、4打席目いきましょう。おお、チーム1対1か。いいね、燃える展開やってきたよ。ワンアウトランナー1塁。ピッチャー森、寺原降りたね。さあ、ランナーをどう生かしてくるか。いや、今のはよく見ましたね。はい、ボール先行です。どうだ、抜けろ、抜けないのかい。セーフ、あーフィルダスチョイスか。ヒットではないね、相手のエラーだ。抜けないし、なんかエラーで出塁するのも嫌な話だし、なんかモヤモヤしてる。まあいいや、これでチームに点が入らないんですけどね。あー悲しいね。5打席目。いや、5月1試合目、月間 MVP をね、取りたいと言ってるイチロー。まず1本じゃダメでしょう。そんなんじゃ取れないよ。2本と最悪。チャイガラシ、うわぁ。この今季は何度か対決してますが、全く打ててない。1本もヒット打ってないよね。5回くらい戦ってるけど。ダメだ。ワン、ツー。ナックルカーブにしてやられてんだよな。あれ投げられたら無理だぞ。うわ、ストレート食うか。やばいな。どれをどれを待てばいいんだ。来た球を打てばいいんだ。とりあえず前に飛ばせない。悲しい、打てない。うわ、これナックルカーブね。なんとか当てたよ。何球粘るんだ一郎。あー流して、くっそー、ショートが取ってたら。守備もいいからな、松田。メジャーに行かなかった松田ね。行けなかった松田ね。どうだ、もう一回来るか。12回の裏来ましたね、6打席目。
5の1では打率は下がるからね。現在2割4分8になってんじゃないの、またあ、なってるね。いかん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 。6の2といこう。この打球はイエスイエス。あ、これ飛びつくるかもしれない、来たかもしれない。レッツゴーレッツゴーレッツゴー、行こう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 、レッツゴー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 、イエスイエスイエス、ナイスナイスナイス。トゥーベース、これトゥーベース、今宮今落としたけど、イエース。このイチローのレジェンド物語、初めての長打トゥーベースですよ。よかった、32本目にしてようやく出たね。でこれで6の2マルティンですわ、最高。おねチームさよなら勝ち、レッツゴー、最高。ほう、このイチローの1本がチームの勝利を呼び込んだんだ。糸井のさよならホームランだね、おめでとう。もう糸井より今日はイチローだよ。糸井じゃないんだよ、誠のヒーローっていうのはね。イチローがいなければ勝ててないですから。イエス、1戦目から長打も出、マルチヒットいいんじゃないでしょうか。ただこれでは納得できない、3は欲しかった、3本はね。さてお次2戦目をプレイしていこう。まず1戦目からねマルチヒットを打つことができた今日のピッチャー、摂津は今季はまだ対決機会はないピッチャーですね。 OK、 じゃあボコボコにしていこうか。イチローの怖さを思い知らせてやりましょう。やっていこう。5試合連続か、いいね。ヒット出まくってる、あーもう出まくってる、喜びたい。なんかこのあらばー、もう本当にね、イチローじゃなかったらぶん殴りたいわ、これ本当に。ふざけんなよお前、リードオフマンがクソみたいな問題かますんじゃねえよお前。あ、今日負けるなってなるだろう、チームが大事ですからね、1番バッターっていうのは。クソみたいな、本当にクソみたい、もうクソだよ、もうみたいなじゃないよ、クソだ。いかいがいい流れの中、ああいう凡退を量産していきたくないね。あれはもう一回気にしよう。5月はあの凡退が最後、あの凡退はもうない。三振割ってもあのクソみたいな凡退はない。よし来た、うわ真正面か。イデホの反応神かよ、反射神経やべえな、体でかいのに。まあでも真正面ですからね、弾道も低いしたとえ反応できなくても体で受け止めるでしょう。大して強くない打球ですからね、どっちにしろアウトだよ。ここまで2の0だ。よし来た、これはセンター前、いただきました。取るんかい。柳田よ、もうマジでそれはいいだろ、取らなくて。お前の打率なんぼなんだよ、3割並ぶ、どうせあんだろ3割5分やら。空気読めよ、2割5分のおじいちゃんなんだよ、もう一郎は2割4分ですよ、2割4分のおじいちゃんの打球よくも取れるな今の。怖いわ柳田、優しさがないわ、怖い、鬼畜すぎるドイツ星人ですね。まだ試合終わってないからね、6試合連続安打といこうよ。あーどうだ、落ちるか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 、うわーもう嘘だろ、嘘だろ、おい、もうそんな、もうファインプレーのバーゲンセール始まったね、バーゲンだバーゲン、これダメだ、もう完全にもう運も実力ももうイチローにはないわ、ひどい。4の0ですよ本当に。そう、連続試合出塁、連続ヒットもね消えてしまった。はあ、柳田と川島のせいでね、僕はもうあの2人を憎む。今日はね、牢人形2つ作って、神社に釘打ちに行きたいと思いますのでね。さてお次ソフトバンク3戦目になりますね、これで最後です。今日の先発武田、武田の対個人成績は、あ、武田も今季初対決の投手ですか。戦ってないよね、 OK、 わかりました。まあ誰だろうと打つのが一郎ですからね、やっていきましょう。2割4分6はあかん、武田絶好調、防御率 1.98、 そんなレベル打てるか、これはレジェンドですわ、間違いないね。レジェンド対決していこうよ。おー、えぐいねー、151っすか、当たったら死ぬね、それはわかるよ。うお、どうだどうだどうだ、フェア、もうフェアだろ、ワンじゃないって、申し訳ない、荒ぶってしまったね。ただね、打ちたいんだよ、誰よりも打ちたいのは俺なんだよ、イチローなんだよ。よし、出て、5月はまだフォアボール、まあ1試合2試合しかプレイしてないけどね、まだ選べてないからね。カーブきた、どうだ、抜けるか、イエス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 、悩んだ悩んだ悩んだ、イエス、あぶねえ、よし、まず1本、5月3本目で、ね、
ず1本来ました。ありがとう。あれセカンド追いつく。本田かな。守備範囲が広いね。守備範囲の広さを痛感するよ。バントのサインが出た。まあこれはしゃあないだろう。チームのサインには従おう。おい、あれあれでででで、あれでででででで、でアイコン決まった。最高のバントだね。今季3つ目2つ目になりますね。指示が出ればする。ただ自分からすることはほとんどないね。うん、シーズン最多安打記録を目指してますから、これバントしなかったらかなりのね、監督からも不評、うん、ボロクソに叩かれますから、チーム勝つ、まずは第一はチーム勝つために野球をやるっていうのが当たり前ですからね。その中でシーズン最多安打を狙っていくんですよ。今日の先発ピッチャーはバファローズが西、そしてホークスが武田、この2人の投げ合いとなっています。うわ、曲がるか。カーブかと思ったんだけどね。全然振ってるとこは違うもんね。うん、体に近いところ。どうだどうだどうだ。一番走れ一番走れ。イデオとどっちが勝つ。くそ追いかけ合いっこになってるね。全盛期ならば、まあ全盛期でも無理だな。内野安打ないわな。さて4打席目、ワンアウトランナーなし。1本だけじゃダメなんだ。五十嵐また来たよ。マジで苦手なピッチャーが続くね。うわ、2球連続ボールって、いや入ってるか、これ入ってるね。3球連続よっしゃー、捉えたのにね。捉えた打球は全部真正面にいってるんだよな。だからね、すごいいい打球です。セカンドとか抜いたことないのよ。全部取られるのよ。捉えれば取られ、打てもファインプレーで取られ、もうどうすりゃいいんだよ。内野も飛ばしてもアウト、外野もアウト、飛ばすとこねえだろお前。さて、お次は西武3連戦になりますね。今回の実況では、この西武3連戦をプレイしてね、終わりにしたいと思いますので、よし、やっていきましょう。先発は牧田。あ、牧田か。牧田確か前対決したよね。いや、ほんと牧田得意な相手。三野さん、ほら見てよ。あれだ、一郎があれだ。これこれ、全盛期の一郎並み打った時だ。4月のね、3月の開幕して3戦目、これ見て。6の5。1打点。この試合、牧田から打ったんだよ。得意な相手だからね、まず1戦目打っていこうよ。つか、今日はヒット量産できそうだ。さて、得意な相手だぞ。この得意な相手からも一本も打てなかったらちょっと悲しいね。前回の時は三野さん、すべての打席でヒットを放った一郎だ。とりあえずボールをしっかり狙ったところに、防御率は 3.09 といいピッチャーだからね、この牧田も。そのあたり注目して立ち上がり見ていきましょう。インコース決めてきた。まあいい、今のは見逃すだろうね。打つ球ではない。よし来た。はい、まず1本、ありがとうございます。言ったじゃん、だから得意だって。ベストピッチでもなぜかこの牧田の場合だと打てるんだよ。他のベストピッチは打てないんだけどね。よっしゃ来たよ、まず1本。イエス、5月4安打目ですね。これで今日で打率ヒット荒稼ぎしたるわ、ボケ。ごめんね、イチローは稼いじゃうからね、牧田君から。はいはいはい、ありがとうございます。はい、これで対牧田だ、対打率、対成績、打率10割5の5。やばいね、もうトラウマでしょ。牧田手震えてるんじゃないの。手震えてるよね、完全にトラウマ意識を持っている。まあ仕方ないね、こんだけ打たれたら。俺も対決したくないもん。まだ牧田で来るか。6の6行こうか。じゃあ、ツーアウトランナー3塁だ。得点圏、うわー、さすがバシバシ来るね。こんだけ打たれてるのを舐めてるな、簡単に2ストライクって。2球ボール、2-2。こういう時は迷いが出ますから、厳しいところを攻めてもらう。うわー、ここで打てないか。対牧田初めての凡退ですな。うわー、ここでこそ打ちたかったわ。もう打者とはならず、3塁の場面だったんだけどね。まあいい、まだ猛打賞のチャンスある。今日はあと2打席が回ってくるよ。ノーアウトランナー1塁ね。ふうふうふう、
まだ牧田ピッチャー変わってる、打順はトップに返って、あピッチャー変わってるね。先ほどの打席はここで言ってば2割6分乗るんじゃねえかな。うわもうそれをやめようって言ってるじゃんさっきから。それをやめないとダメなんだよ一郎、それをやめないと上がれないんだよ上に。やめろ一郎、ひどいぞ一郎。なんでそれでもそう焦りが出てきたな。猛打賞は行きたいよ。まあ、マルチはもう達成ですからね。5月2度目のマルチはいいんですが。よし来た、この打球は、はい、猛打賞いただきました。5月初の猛打賞、レッツゴー。対左には強いですからね。まあ、成績自体はしょぼいですけど、能力的にはめっちゃ強いんで、ミートもでかいしね。もう一回来るか、これ。来たねー、6打席目。おい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 、じゃあ6の 4? 6の4いっちゃう。いっちゃおう、いっちゃおう。レッツゴー、打率2割6分1乗ったね。ここでまた凡退したら切るかもしれんけど。あーボールですか、はい来た、はいありがとうございます、レッツゴーイエス。6の4全盛期の1度やばいね。いやー気持ちいいね、6の4ふー最高最高、ありがとう。やっぱ牧田得意な相手だね。もしも牧田だけのプロリーグがあるならば、全員ピッチャー牧田だったらね、打率4割、5割いけると思うよ。イチローはね。OK! じゃあ、西武2戦目やっていきましょう。今日の先発は戸亀。戸亀はおそらく対戦成績はないですね。戦ったことはないですね。OKOK。初めての戦いですが、6の4した後一郎何をする。まあとりあえずヒットは続かしていかないとダメだね。やっていきましょう。うわ今日絶好調か、球速いからな。145、そんなギリギリのとこ決められたらさ、もう一郎はどうしようもないよね。手も足もいろんなもんが出ない、もう全部縮こまる。そんな球投げられたらよー、あーダメだ。一郎らしいね、このサードの頭を超えるポテンヒット、これが理想だったんだが、やっぱパワーがなさすぎるし差し込まれてるね。あんなコースのストレート無理だな。連発してくる、狙うは変化球だな。ストレートはもう捨て球だ、打ちに行っても飛ばないわ。この前に無駄な凡退をね少なくしていかないとダメなんだよ。先頭バッターを打ち取っています。せっかく2割6分乗ったんだからね、こっから上げていこうよ。ボール2球ボール、はい、ボール先行です。フォアボールかも。よっしゃ、これの失投を取らんきれないかい。結局ストレート打っちゃうっていうね。打ってセカンドゴロ。くそわ、ちょっと焦りが出てきたぞ。あんだけたくさん打った後にちょっと凡退続くんでね。ダメだって、2割6分乗せたじゃんって。 4安打打った試合の後無安打ってありえないじゃん、ありえないじゃん、ありえないじゃん。腹立つわ。もう一回来るか、もう一回来る。今日はどうだ。おお、ワンアウトランナー一塁三塁、得点圏、カモカモカモ。打点シーズン5打点目上げていこうか。ピッチャー竹熊、左サウスポー来たね。全身守備を敷かれてるよ、舐められたもんだ。舐められたもんだね。いいだろ、じゃあお前ら内野の頭を越えてやろうよ、軽々と。はい、OK。いいコースですが外れています。はい、来た、ありがとうございます。この一郎舐めるなよ、得点圏の鬼一郎をな。あっさりと同点タイムリーです。これは一郎ですわ、一郎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 ウェーイ、最高。詰まっただけですけどね、これが一郎のバッティングだ。得点圏でこういうバッティングができる、チームからしたらとてつもなくありがたいバッターだけどね。さあこれでシーズン5打点目ですね。で2試合連続ヒット、アンダー続いてます。マルチと行こうよ。さあマウンドに上がったのは宮田、今シーズン7試合目の登板です。2試合連続の登板となります。
どうだ、イエース、いただきました。こんなに左をぶつけてきてくれてありがとう。やべえ、ヒット打率稼ぎまくり中ですわ。稼いで稼いで稼いで稼ぐ、お金ががっぽり入ります。イエーイ、ヘイユー。今日は 5-2、 うん、ほんでこれで自身5月3度目のマルチヒットっていうね、もうこれは月間 MVP 取れるペースでね、今ヒット量産してる。5月打率4割乗ってるでしょ。このペースでいけば本当にあるよ MVP。 4月はまあ余裕で取れませんでした。4月はパリーグだと打者は柳田だったかな。ちょっと見ていこうか。柳田と、パリーグ、セリーグは山田だな。大体この2人なんだよね、はい、月間 MVP ですね。武田と柳田、そしてマイコラスと山田となってますね。まあ月間 MVP 取るためにはこれくらいの成績出さないとダメなんですけど、わりかしね、打率4割超えてたらね、結構取れる、あれ高くてね、俺1回取ったことあるんだよね。まあこのスタープレイヤーではないですけど、ホームランなんか1本も打ってないんですけどね。 OK、 じゃあお次、今回の実況最後の試合いきましょうか。西武3連戦目、高橋はどうだ、今季対決機会はないですね。はい、これも初対決になります。ボコボコにヒット量産していきましょう。やっていこう。おお、最近5試合の打率は3割7分5厘、24の9の1打点。いいね、いいね。さて、高橋の防御率は 1.13。 あ、4割は超えてないんだね。まあ、1回打てなかった試合ありましたからね。まあ、あの試合がなければ4割超えてるんだと思うけど。でもいいよ。3割7分5か。このペースで打っていこうよ。打率もぐいぐい上げてます。もしかしたら今回2割7分乗せておいるかもしれないぞ。おっ、あ、スリーボールちゃうのか。息入ってた。マジで ?2-1 ね。あー、抜けないんだよな、これが。おお、あー、アウトか。まあ、どっちしろ今のはエラー出塁になるからね、セーフでも意味ないわ。うわー、あれが抜けないんだよね。あそこ抜けてほしいんだよな。全然あそこ抜けなくてね。ムッカムカするんだよね。いいとこ打ってると思うんだけどね。守備がいいのか、それとももっと左に打たないとダメなのか。センター方向にね。こんだけ抜けないと腹立ってくるわ。この後のピッチングに期待しましょう。はい、来た。ありがとうございます。ピッチャー返しね。センター前、レッツゴー。ヒット出るときは全部センターの方向飛んでいくからね。で、流した打球とかないんだよな。いいタイミングで捉えられてるってことで。いいぞいいぞ。3打席目2アウトランナー1塁。まず1本、これで3試合連続安打。おお、打率2割7分4厘乗ってるね。最高、ありがとう。盗塁のサインが出てる。どうぞ、ご勝手に。うん、どうだ。アイセーフ、素晴らしいね。これで得点圏になったよ。おお、いいね、最高。任せろ、得点圏の鬼一郎が打ってやろう。ただ、帰ってこれるかどうかは分かんねえぞ。ごめんね、シングルしか打てないからね。さて、3ボール。あら、フォアボールもある。これはまあ、1球見てね。まだ1個も選んでないからね、5月。うわー、もう、うわー、これも違う、それも引っ張るんだよ。強い打球を打つんだよ。流しちゃダメなんだよ。なんでこれをそこに飛ばすのよ。憎いわ。憎いね、三菱ですわ。マジで?今のなんでもう。打順は1番に帰ります。前世紀の一郎ならば本当スタンドもぶち込んでる球だと思うけどね。こういう失投を逃さなかったかな。これは内へ外れます。3球目は何で来るか。よし、来た。ありがとう。はい、これで4度目のマルチですね。やばいわ、5月やべえわ。3試合連続か。ほんでマルチも、わーやや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 、いや、おー、2アウトランナー3塁、得点圏、猛打賞とも行こう。猛打賞を、おー、みんなもしかしたら2割8分乗るかもしれんぞ、ここで打てば。あるぞ、あるぞ、あるぞ。あーっ、くっそ、本当にムカつくわ。もうね、本当にね。引っ張っただけは全部セカンド取られんだよな。まともにヒット抜けたことねえや、これ。はい、ゲームセット。もう一本欲しかった。打点も上げたかったんだけどね。チーム負けましたよ。でも一郎3試合連続マルチ、そして自身4度目。完全にもう
全盛期イチローに入ってるよね。今日のイチローの成績は 4-2、なおオリックスは負けましたみたいな。もう全盛期だよ。いいね、いいね、いいね。今日は 5-2 ですけどね。オッケー。このチームが負けるってとこは悲しいんだけどね。おぼぼぼぼ。みんな思ってるんじゃないの、全盛期イチローが戻ってきたっていうのは。まだまだ帰ってくるぜ。全盛期以上の力を今から発揮していくからな。こんなんじゃ満足できない。春先のイチローなんで調子悪いのが当たり前ですからね。みんな当たり前だよ。次回の実況では、日ハム戦から始めていきたいと思います。5月の8日のね。はい、現在のイチローの成績まず見ていきましょう。現在のパリーグランキングでは首位打者は3割7分6厘で、秋山さすがだね。で、最多安打は誰になるんだ。最多な藤田、一郎はリーグ4位、8位ですね。ただ他と打率を比べると、だよね。やっぱ打数が多いですから、その分ヒット稼げてますが、稼げてる。一番多いからね、149打数ですから。ただね、打率だけ見ていくと、他の、ちょっと、アンナの人と比べると浮いてる感じがするよね。はい、現在、イチローの打率は2割7分5厘、34試合に出場して、149打数の41安打。単打40本で今回初の長打が出ましたね。二塁打1本となってます。アヘアヘ単打マンですけどね。長打率は2割8分2、打点は5打点、得点圏打率は2割5分8、31の8安打ね。で、対右打率が2割7分5、対左が2割7分6、いいね。得点18得点、三振が10個、フォアボール11個、で併殺4個とちょっと多め。あのね、盗塁は現在2回成功で、成功率は5割、出塁率は3割2分5厘ですね。で、 OPS は6割乗りましたね。はい、6割0分7となりましたよ。ほう、いい感じ。連続安打は6試合、連続出塁は9試合、連続無安打が14とあります。猛打賞はここまで計3回やってますね。ほんと今回の実況ではたくさんのヒット、5月ね突入してからやばいですね。連続マルチと打ってます。ちょっとそれ最低限5月2日のノーヒットが悔やまれるよね。あそこで打ちたかったんだけどね。こうやってイチローのレジェンド物語のね、ここまでの年間ヒストリーを見ていくと、1打席目、2打席目に凡退して、3、4、5で打ってるっていうのが多いよね。こうやって見ていくと、ほらね、前に赤が多いんじゃなくて白が多いでしょ、後ろが赤多いでしょ。どうなんだろうね。疲れてるとこしか打てないのかな。先発が疲れ出したとこヒットを量産してる。それじゃあシーズン最多安打無理ですからね。更新するためにはもっともっと打っていかないと。ほら見て、6の4した試合で一気に打率2分上がってるっていうね。ほほー、イエス。てなわけで今回の実況はこれで終わりね。次回もお楽しみに。まだまだヒット量産して、とりあえず3割乗せていくからね。グッバイ、またもう。